どうもハーセさんです。はい、ってことでね、ついにですよ、はい、あっという間でしたけど、チャンネル登録250人を、無事迎えることができました。いやー嬉しい、本当嬉しい。前回ね、170人突破の動画を撮りましたけども、170人からね、もうあっという間に、多分1日だったんじゃないか、1日にして多分40人ぐらい増えたのかな。1日に何人増えてるかって言われると、あんまりそのそこまでね、まとまった数増えてるわけじゃないんだけど、確実に、着々とね、増えていってます。で、なんせね、あの土日の伸びがすごい、週末の、伸びがものすごくすごいんで、これからもね、今週末またぐんぐんっていくんじゃないかなっていう密かなね、楽しみというか野望というか、はい、このままね、300人、400人、500人とね、いけたらいいんじゃないかなと。で、夏休み多分もっとドカーンと伸びると思うんで、かなりね、目標情報修正ですよ、これは。で、500人か200人かでオフ会って言ってたんですけど、ちょっとね、間隔が短すぎるんで、ちょっとね、あまりにも早く迎えることになりそうなんで、ちょっと、オフ会、まあ、ファンの皆さんとね、本当に交流したいなっていう気持ちはね、日に日に、大きくなっていってるんですけど、ちょっとね、ちょっと、ね、急なことになりそうなんで、もうね、あっという間に数日のうちにっていうことになっちゃうと思うんでね、そうなるとちょっと困っちゃうんで、まあでもファンのね、皆さんと適当に集まって、写真撮ったりね、ちょっとした交流ぐらいだったら、まあできるのかなぐらいには思ってるんですけど、ちょっとね、オフ会するにあたって懸念があって、結構他の YouTuber さんのオフ会の動画を参考に見させてもらってると、やっぱりね、中学生高校生とかが多くて、社会人の方っていうのはあまりね、ほぼ数人とかね、あまりオフ会に来られてないような感じがして、僕のチャンネル登録者数の中で、まあ、僕の動画を見て、チャンネル登録に限らずですね、僕の動画を見ていただいている、方のね、年齢層を見てみると、やっぱ35から45とか、30から45か、っていうね、年齢層が一番多かったので、ちょっとね、オフ会やってもちょっと誰も来ないんじゃないかなっていう、そういう懸念が、あったんですけど、これから、また、テーマトークのね、トラック野郎になろうぜっていう、小学生の夢が、今3位がね、小学生のなりたい職業第3位が YouTuber っていうのを受けてね、僕が物申す動画に、結構ね、反響が多くて、トラック野郎ってね、トラック運転手に憧れてますみたいな、コメントがね、結構ちらほら、いただけるようになって、それでね、その動画は結構ね、再生回数回ってるんですよ。で、結構ね、若い世代、10代とか、20代の世代も僕の動画を見てもらうようになってきてるんですよね。グラフで見てみると、クリエイターツールでね、年齢別で見てみると、やっぱね、10代の層が、結構伸びてきてるんですよ。だからオフ会やっても結構、人数集まるんじゃないかなっていう、ちょっとね、目処がついてきたので、まあ誰も来なかったらね、ほんと寂しいんで、まあね、ステッカーとかさ、ミニのぼりとかさ、T シャツとかタオルとかさ、ゆくゆくはそういうさ、グッズとかも作っていきたいんだけど、まだね、なかなかそんなセンスも、予算もないんで、とりあえず集まるだけ集まって、まあ握手会みたいな感じで写真撮って、他の YouTuber さんだったらどうかな、くじとかやってるよね、くじとかやってプレゼントとかやってるけど、そこまでできるかちょっと分かんないけど、まあ、一応やる方向では考えてますけど、時期はね、ちょっといつになるかっていうのは本当明白にはね、分かんないです。で、どこでやるかとか、どれぐらいの規模でやるかっていうのは全く予想も検討もつもりもしてません。分かんないです。はい、なんで、ちょっとね、まあでもファンの皆さんと本当にね、交流したいのは交流したいと思ってるんで、ぜひね、やる方向で、考えてはいますけども、まあ6月15日、とりあえずチャンネル登録250人を無事迎えることができました。これもね、日頃の、ファンの皆様のね、温かいご支援、
の、おかげであります。はい、本当に、常日頃から僕のね、長谷川和樹の長谷さん TV を、ご覧いただいて、宣伝いただいてね、本当にね、温かく見守っていただいてね、雑な動画ですけどもまあね、温かい目でお付き合いいただいてるなっていうことでね、本当感謝感謝で、感謝の気持ちを忘れずに、これからも400人500人さらにはね1000人というね、大きな目標に向かって、頑張っていきたいなと思いますんでね、今後とも、変わらぬ、ご理解賜りますようにね、よろしくお願いします。はい、今日はね、6月15日、チャンネル登録者数が250人をね、無事、迎えることができましたというね、お知らせと感謝と報告の動画でした。また次ね、いつなるかわかんない、300人、400人、500人、まあもうね、10人単位ではやんないです、多分、本当ペースがすごく速くて困っちゃうんで、ちょっとずつちょっとずつ、撮っていきたいなと思います。だからもうどういう区切りかね、もう適当、本当に適当、撮ろうと思った時に撮りますけど、本当にね、200人のお知らせができるか、あ、じゃあ300人か、300人のお知らせができるか、350人のお知らせができるかね、わかんないですけど、まあいいタイミングでね、お知らせもちょこちょこやっていけたらなと思いますけど、はい。あとね、僕の、まあ、普通のね、普段のメインの方の動画が、あまりね、最近ちょっと通信環境のいいところで長時間止まることがなくて、移動が結構長かったり、電波のね、ないとこ、IMAX のルーターの電波が弱いところとか、通信速度が弱い、遅いところで結構時間が、持て余すことがあるんで、ちょっとね、長編の動画がアップできてなかったり、iCloud の方に飛んじゃった動画が、ダウンロードできなくて、ダウンロードエラーになっちゃって、編集ができなかったりとかで、ちょっとね、毎日動画撮ってるんですけど、ちょっとアップのペースが、あとアップしてる動画のね、内容がちょっとね、へぼくなってきつつあるかと思うんですけど、そこら辺はちょっとね、まあそういった事情ですんでね、ちょっと申し訳ないですけど、また家に帰った時時間があったらね、まとめてアップしたいなと思ってますんで、まあまあそこら辺はこのね、皆様の温かい 目とね、温かい心でね、また格別の理解賜りましてね、リスナーさんに甘えてますけども、まあ撮るのは撮ってるんですよ、一応はね、一応は撮るのは撮ってるんですけど、まあ編集とアップロードの方がね、ちょっと先延ばしになってしまって申し訳ない、本当にね申し訳ありません、謝罪しておきます、ごめんなさい。はい、てな具合でね、また、頑張って、いろんな動画撮っていきますんでね、今後ともよろしくお願いします。目指せ1000人、みんなのね、力で目指していきましょう。僕一人の力ではね、これはどうにもなりません、皆さんのなんか、ね、コメントいただいたりね、Twitter の方とか、動画のコメントの方いただいたりとか、グッド評価、高評価ボタンを押してもらったりとかですね、活動が、着々と、実っていくと思いますんでね、今後とも変わらずに、よろしくお願いします。はい、それではまた別の動画でお会いしましょう。 See you next time! バイバイ。チャンネル登録をよろしく。